ともかです。アニアです。ゆめかです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、はい、今日の企画は探究マートの購入品紹介です。イエーイ。はい、じゃあさっき買ってきた探究マートの購入品を一個ずつ紹介していきます。はい、レッツゴー。レッツゴー。まず一つ目、じゃあじゃん、ピンクラテ TV 用ですか？はい、そうです。みんながたまに被るようにクマの帽子を探究マートで買いました。かわいい。めっちゃふわふわ。じゃあももかちゃんが実際に被っていただけるとどれ？あ、でも多分絶対ももかちゃん似合う。思った。え、もう似合ってる。あ、めっちゃ似合ってる。かわいい。あったかー。これはね、もしかしたら動画で登場するかもしれません。はい、次。これは私チョイスです。多分壁にペタペタ貼れるんですけど、暗くすると光るポイでございます。じゃあ僕のオープニング暗くしとこう。開けてみる。開け。あ、これがちょっと暗くしてみよう。この中に入れてみよう。光るのかな。あ、あ、ちょっとなんかちょっと光る。あれ、光らない。ちょっとちょっとあの光らなかったっぽいんですけど2つあのこういうのがで光るんじゃない。で2つを合わせるのだと思います。ちょっとアリアが使い方を発見してくれました。なんか使えたらいいなと思いました。はい、次。ガダン。これもピンクラス TV 用なんですけど、こうやってなんか貼っても可愛いじゃないですか。めっちゃオシャレだなって思います。置いてみましょう。かわいい。これはヒメカチョイスでございます。かわいい。なんか外国みたいな感じがしてかわいい。フェンセスパーキンオンリー。パーキンオンリー。すごい発音でございます。フェンセスパーキンオンリー。なんかレッスン始まったです。はい、次。これは私が買ってみました。なんかちょっとツルツルしてない革みたいな感じの素材で、なんかバラってなんか可愛いじゃないですか。セブンの赤い携帯が絶賛ぶっ壊れ中なんですけど、戻ってきたらこれを使いたいなと思います。で、機種がいっぱい使います。iPhone の 6, 6s 7 8 です。結構幅広く使えますね。はい、続いては最後なんですけど、これは私の私物で購入したもので、ここ光るんですよ。じゃあちょっと暗くして見てみましょう。電気オフ。おお、なんかめっちゃ綺麗。綺麗。かわいい。これは自分の机に置きたいと思います。かわいいね。なんかストロベリーだね。ね、なんかピンクです。なんか白とピンクと水色かな。いちごミルクみたいな。あ、美味しそう。白がいいなと思ったんですけど、なんか色が多分これにしました。電気がつきました。ありがとうございます。はい、じゃあこれで終わりです。はい、探究マートの購入品は以上です。以上です。アイリアの猫耳のセンスがめっちゃ良かったなって思いました。猫耳？クマ耳かな。クレモノちゃんめっちゃ似合ってた。かわいい。かわいい。似合ってる。めっちゃかわいい。はい。何の声だ。すごい。なんかさ、安いのにさ、クオリティが高い。なんかヘッドホンが390円でしてた。探究マートってすごいね。神と思った。はい、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。